ちょっと前ね、すみません。大丈夫です。何か投資家の方で HCB のところをご質問ある方っていらっしゃいます？大丈夫ですかね。はい。そうですね。今、あれですよね。今月の資料って、結構、頑張って作ってらっしゃるんですよね、きっと。今月の資料っていうのは？セルサイド向けの、なんか、勉強会。そうですね、はい。あ、そうですね。はい。結構、へぇーっていう内容も多いですか？そうなるように、すごく。交渉してるっていう実情ですね。はい。そうですか。はい。わかりました。まあ、楽しみにしてます。はい。そうですね。うん、わかりました。結構時間が余ってますが、ちょっと待ってね。ちょっと利益の方のお話に行きます。ですね。まず、販管費のところなんですけども、なんかこれ会社から、なんか、ポリシーっていうか、フォーカス、コメントしてもらってたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、販管費の増え方は少しマイルドになってきてるような気もするんですけど、それって気のせいじゃないですか。いや、それは、そうですね。気のせいではなくて。気のせいですね。そうですね。いろいろ、投資家の方からもいろいろ、アドバイスとかご意見をいただくことも多いので、そこは、数年前から、はい、注力して。例えば、これ、第1半期でマイナス40、例えばもう本当平たく、ちょっとすみません、数字が頭に入ってなくて申し訳ないんですが、この紙機で、例えば、今9ページ目見てるんですけど、はい、下のところに消去調整含むマイナス98億ってありますよね。はい。で、これって割と今までだったら、その前者の売上の規模感なんかと、連動して動いてたような気もするんですけど、結構今年に入って少し水準感下がってる気がするんですけど、はい、ちょっと改めてなんか何変わった、これ変わったんだっていう話ちょっとシェアしてもらえませんか。多分金額的には結構 目に見える水準感なんで、何かここで、でも前年から大きく何かコストダウンしたとかっていうあれは特にはないんですけど、はい、一つとしてはね、ちょっと、メムシの開発センターをですね、ミネビアミスに譲渡したので、その分が、はい、大きいですか、前年に比べてっていう見方の違いはあるかもしれないです。はい。もともとそれはその本社の経費というか、はい、スタッフ人員の外販をしていないので、ここだったところではあるので。はい、あ、そっか、すみません。それ、多分、リリースには載ってないかと思うんですが、まあ、今期末まで待てば分かる、はい、なんかイメージするかもしれないんですけど、なんか人の数ってどのぐらいだったんですか？確かリリースに載せてたと。すいません。はい。いや、でもそんな2、300人かなと思いますけど。そうですか。はい。わかりました。あとはすいません。これは、なので、そういう動きだと思うんですけど、その構造的に、はい、やはり、